その日の公演のお客様の感じで変えたりっていう感じですかね。おーじゃなくてお願いします。ちょっと盛り上げていきます。今見えてるよーって人がめちゃくちゃいる。え、見えてる。拍手。今から前説ですか。そうです、はい、今からちょっと前説の方に行かせていただきます。すごい入ってますよ。入ってるね。平日の今日はお昼の公演ですね。でもこれまだあの空席ありますけど、うん、多分これ満席になるんですよ。今日予約もいっぱいあって。あ、そうなんや。今日4ステやもんね。4ステです今日。4回とも満席する、はい、そうです。ちょっと心配だな。あのさっきロビーに行ったらおじいちゃんとおばあちゃんのお客様がいっぱいいて、はいはいはい、すっごいこの、この辺全部あのおじいちゃんとおばあちゃんなんですよね。ここら辺この辺が結構満席もネタ決めてんの。あ、結構そうですね、決めてますね。で、その日によってとか、その日の公演のお客様の感じで変えたりっていう感じですかね。おーじゃなくて出てからね。そうです、出てから。これからセカンドのお仕事の、はい、あれね、モーター。もう定期的にずっと出てる。はい、もう月3回ぐらい出てますね。はい、10ステぐらいですかね、月大体。やっぱこっちからなるもんね。なりますね。結局何分やんやってるこれ。10分ですね。あ、10分か。もしかしたら押したら10…あ、そうですね、2分、うん、押すことない、ほぼ10分ですけどね。そこで巻き、そうです。あ、巻きや、逆に巻きで、はい、むしろ負けみたいな。お前らに使ってる時間はない。俺らも結構前説、俺らね、半年ぐらいだったかな、はい、番組の。はいはいはい。結構中説難しいよね。中説って僕らもうほぼほぼないですね。あ、ない、はい、あ、そうか、こう、まあ、ルミニアからないから番組とかで一回日本撮りとかでさ、はいはいはい、あるからさ。中説か、難しい、難しいよね。また前説と違う難しさがある。あるもんね。ちょっと今日後で前説見せさせてください。よっしゃマジで気合い入れていきます今日は。お願いします。ちょっと盛り上げていきます。どうも皆さんこんにちは。どうもこんにちは。はじめまして。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな知らない芸人に拍手していただいて本当にありがとうございます。皆さん ね、知らないやつ出てきたと思ってるじゃないですかね。はい、あの自己紹介させていただきますね、はい、僕ら本日ルミネ座吉本平日14時の部の前説をさせていただきます。吉本6年目の風の日と申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の名前が太田と言います。僕の名前が高木って言います、はい、もしよかったら覚えて帰ってください。ありがとうございます皆さん。あ、どんどん入ってきてますね。いらっしゃいます。入ってきてる。どうぞいらっしゃいませ、ね、ちょっともうめちゃくちゃ盛り上がってるんで。そうですね、ありがとうございます、ね、あったかい今日。あんな拍手来る知らないんだよ。だってみんな俺らのこと俺知らない人だと拍手しない。俺も、うん、すごいしてくれて本当にありがとうございますね。ちょっと一つ聞いてもいいですか。あ、何、お客さんに聞きたいことがあると。はい、せっかくなんで。何ですか。あの僕たち風の日のことを見たことあるよーって人いますか。そうですかね、風の日のこと、うん、見たことあるぞーって、うん、見たことあるぞーって、うん、ゼロ。まあ嘘でしょ。まあまあ見たことあるわね。ちょっとハードルが、ちょっとハードル高いですかね。見たことあるってちょっとハードル下げましょうね。どうしても、じゃあ、僕たち風の日のこと、はい、聞いたことあるよ、はい、これ知ってるよーっていう人はいますか。生で見たことなくても、はい、YouTube で見たよとかその他の生じゃなくても、はい、全然 YouTube とか、ね、ネットとかで見たよみたいな、 Twitter 見たよ。変わらずゼロ。変わらずゼロ。わかりました。いや、ちょっと6年間何やってきたんだろうと。やばいなこれ。ちょっともうちょっとハードル下げましょう。ちょっと皆さんの手がこうスッと上がるような、ね、いい質問ないな。わかりました。ハードル下げてさ、じゃあ僕たち風の日のことを、うん、今見えてるよーって人がめちゃくちゃいる。え、見えてる、見えてるの。
てるに決まってるし、あとあの何人か手挙げてない人いたの一番怖い。一番怖い。見えてなかった。うん、多分今あのラジオもう音声のみで。音声のみで。そうそう。ありがとうございますね。あの、もし今後ね、はい、見に行った時に劇場とか僕ら風の日がいたらちょっとスッと手挙げていただいてね。そうですね。見たことあるよって言ったら手挙げてくれると、はい、ありがたいでございます。お願いしますね。ということで、はい、お客様がまたちょっと入ってきてるんですけども、はい、注意事項。ちょっと5つ目すみません、大事なやつです。こちら、こちら大事なやつです。始まります。5つ目ですね、はい、カメラ、ビデオカメラ等での写真撮影および録画撮影は一切禁止となっております。はい。ということで、ちょっとね、こちら大事でした。この幕が今閉まってるじゃないですか。閉まってます。これが公演が始まりますとこう開くんですよね、この幕が、はい、で、この幕が開いた時はもう一切写真撮影、録画撮影禁止となっておりますね。よろしくお願いします。お願いします。この幕が閉まってる時は撮っても大丈夫です。はい。ただこの幕が開いたらちょっとダメですから、絶対皆さん、もう一回言うと、幕が閉まってたら大丈夫です。撮っても大丈夫です。はい。今はどっちですか？今、はい、今ですね、これ閉まってますよね、今ね。閉まってますか？はい。つまり撮ってください、ね、もう撮ってください。撮っていいとかじゃなくて撮ってください、もうストレートに。そう、もうお願いします、本当に。今ね、SNS がね、はい、Twitter とか Instagram とかあるじゃないですか。ありますね。そういうので今日撮っていただいて、はい、風の日、ルミネ見に行ったら風の日っていう芸人が埋設してたよなんて言っていただくとね、こっちも励みになりますので。嬉しいやつ。もうどんどん撮っていいですよ、何枚でも撮っていいですよ。著作権がないもので。はい。はい、僕らそうですね、吉本のフリー素材。あ、そう。あ、いいって、いいという声が来ても、もうちょっと動いてあげて、もうちょっとね、はい、はい、皆さんちゃんと撮ってあげてくださいで、そちら側のお客様もね、はい、しっかり撮ってあげて、あ、はい、撮ってあげてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうこの前説中はいくらでも撮っていいんで、はい、はい、チャンスです、今は。はい、ありがとうございます。本当に、2ちゃんとかに貼っても大丈夫なんで、全然何やっても大丈夫、僕らの写真は。カレンダーでも作ってください。全然大丈夫ですので。ありがとうございます、ね。ありがとうございます、ね。はい、お客様で入ってもらって、どうぞどうぞどうぞ。じゃあもうあれですか？はいはい。説明事項終わりということで。はい、以上です、説明事項。はい。じゃあちょっといいですか、一つ。はい。なんとですね、今日、はい、うちの相方、太田くん、はい、誕生日なんですよ。あ、そうです。あ、そうです。そうです。そうです。まあまあまあ。はい、そうです。今日、誕生日の人が、広瀬すずさん。そうですね、今日広瀬すずさんも誕生日ですね、はい、ちなみに6月19日ですね、はい、ということは、はい、広瀬すずさんです。違います。違います、違います、はい、誕生日一緒なので、いや、顔の差がすごいです、ね、広瀬すずさんいますか？あ、おめでとうございます。一緒った誕生日。やったー。うわ、いた。おめでとうございます。おめでとうございます。なんかくださいって言われた。いや、ダメですよ、商売動画上げちゃダメだからね。はい、ありがとうございますね。一生の誕生日でありがたいですね。ちょっとね、それだけ言いたくて。あ、そうですね、ちょっとまあ一応ね、はい、誕生日ということでありがとうございます、ね、じゃあ拍手の練習を。あ、そうですね、しましょうか、拍手の練習ね。お客様ちょうど揃ったところなんで、はすいません、すいません、皆さん、どうしたの？みんなが本番にうまい拍手できるか、うん、ちょっと心配になって、ちょっと元気なくなっちゃいました。え、何？皆さんがちゃんとした拍手できるか分かんなくて元気なくなっちゃう、ね、どうしたらいいこれ。ちょっと一回男性の方ちょっと拍手もらってもいいですか？男性の方の拍手、はい、確認をちょっとしたい。あ、そうなの、はい、すいません、なんか、え、それちゃんとした拍手来たらちゃんと大丈夫、うん、元気なる、確認になる、なる。すいません、ちょっとなんか謎の元気がなくなったという供述により、ちょっと今から男性のお客様だけちょっと拍手いただいてもいいですかね。男性のお客様、ちょっと僕が拍手といった拍手していただいて、せーの、パンパパパン、これだけもらってもいいですか。男性のお客様、すいません、協力してください。うちの相方が元気なくなってしまいました。いきますよ、男性の皆さん、いきますよ、拍手。あ、いい、いいよ、あ、来た、来た、いきますよ、せーの。足りない、足りなかったみたいです。足りなかったみたい。え、足りなかった。次は女性の方。あ、すいません、次ちょっと今度女性の方の拍手で元気出るかちょっと試すそうですので、女性の方すいません、拍手のご協力いいですか。いきます、女性の方、拍手。はい、女性の方の拍手で元気なくなって、はい、元気出たの、はい、うん、何ですかそれ。いや、元気、めちゃくちゃいい拍手。いや、いい拍手だったけどね、はい、男性
してたよね、男性の方ね。鈍い音が。鈍いっていうのは音。音鈍いっていうのは男性の拍手の音が。いやもういい拍手でした。元気出てありがとうございます。こんなことやってますけど。はい。はい、元気です僕らは。やれって言ってるんです。何がどういうことですか。いきますよもう。はい。いきます。せーの。ルビーズ柴田。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、いやいや、お疲れ様です。知ってるか人って手挙げたゼロでしたあれはすごいなと思って500分のゼロですからね、はい、僕の中ではすごい余裕を持てます。あ、まあ確かにそうですね、はい、なるほどなるほど。このカッコがやっぱり効いてきてんのかもしれないね。大切で、あのネタはちょっと微妙でしたね。負けるだろうなって言ったらあれですけど、まあちょっと厳しいなっていう感じはしましたね。